はい、どうも皆さんこんにちは。今回の動画は、前の動画でも言ったと思うんですけど、 VT コスメっていう VT コスメさんから、バンタンと の BTS のコラボのメイク、コスメを大体一式いただいたので、そちらのレビューをしてくださいっていうことだったので、それを使いながら、あと他の韓国コスメとかのものも使いながら、フルメイクをやってみました。なので韓国メイク縛りのメイクになります。で、全部いただいたものを全てレビューしてるわけじゃないんですけど、結構正直にレビューしてると思うので、もしよかったらこのまま見てみてください。それではどうぞ。まず最初に、VT コスメとバンタンコラボしたやつの、スーパーテンプティングアイシャドウパレットの01番ですね。これの真ん中の下のベージュのカラーですね。これを全体的に乗っていきます、乗せていきます。これはベースカラーです。これはもういつもと同じ手順ですね。目頭の部分に、右上の雨のカラーをインナーカラーとして入れていきます。ここですね。で、少し目頭までつなげるように入れます。次にそれの、下の部分のピンク色のかかったラメの色を、目頭から真ん中にかけて、02番の方の、もう一個のパレットの方ですね、右上の少しオレンジ黄みがかったピンクの方を、真ん中のアイホールの真ん中あたりにのせていきます。グラデーションを作るようにのせていってください。で、できたらまた1番の方の、左下の部分、パープル味が強いマットなカラーです。これを目尻の方にのせていきます。二重幅の上に乗せます。下まつげの部分にも乗せていきます。で、真ん中の部分まで乗せていきます。2番の右、真ん中の上の部分ですね。カラーを内側から入れていきます。で、今、しょうがなくこのカラーでやってるんですけど、韓国コスメでそんな持ってるカラーがないので、本当は黄みが強いんですけど、一体カメラの線もちょっとあります。肉眼で見るとそんなにあれなので、控えめに。できたら、先ほど目尻の方のハイライトカラーにも入れた同じ右上の一番の右上のカラーですね。これをのせていきます。で、最後に、VT コスメのアイライナーを、涙袋の時にちょんちょんちょんとのせていきます。真ん中の部分ですね、こちらにちょっとのせて、指でぼかしていきます。こういう感じです。この方に立体感が出てさらに強いラメ袋になります。で、アイライナーはちょっときつい印象になっちゃうので、これ結構可愛めのメイクなので、2番のパレットの左下のカラー、これを瞳の真ん中あたりかな、これからのせていきます。で、ちょっと垂れ目を作るように引いていきます。まつ毛が刺さる。
こういう感じのナチュラルな感じで引いていきました。で、眉毛を描いていきます。これはあの VT コスメのアイブロウの2番ですね。こちらをいただいたので、昨日からはもうちょっと暗いカラーの方が似合ってると思うんですけど、アイブロウカラーはね、ちょっとかもなくかもなくちょっと硬い感じで、なんだろう、あんまりそうめちゃくちゃおすすめっていうわけではないですね。色がね、近く映っちゃうので、自分のアイパレットの2番の、左下のカラーをのせていきます。パウダーで整える。基本的に私いつもはパウダーで描いているので、カメラだと色があれだと思うんですけど、違くっちゃうと思うんですけど、そんなに違和感はないです。あの、なんだろう、普通の目だと眉頭の部分はこう縦線の色をしていきます。はい、今回はこっちのエチュードハウスの、これ私がいつも使っているカラーマイブローのピッチブラウンっていうカラーです。これをのせて色を整えていきます。で、眉毛を描き終わったら形をあのコンシーラーで整えていきます。これあとファンデーションを伸ばすときに一緒に伸ばしちゃうといいんですけど、あの毛のね、部分とか目立たなくしてハイライト、で、なじませていきます。本当は、まあ、私はいつもファンデーションのときになじませちゃうんですけど、今回は、まあ、ちゃんと真面目に指でやっていきたいと思います。はい、こんな感じで目元のメイクは完成です。で、結構下地を後にするっていうか、そのフェイスメイクを後にする動画作ってると結構下地からやんないんですか、フェイスからやんないんですかって言われたんですけど、結構外国の YouTuber さん、アメリカとかの人は大体目から始まるのがまあ一般的なので、もう私は的なこっちが普通だと思ってたんですけど、まあ大体あの考えられるのは、多分アイシャドウとかもう落ちちゃってファンデーション塗ってた状態で落ちるといろいろめんどくさいので、最初にアイシャドウの方を、ハイメイクの方をやっちゃうっていうのが、まあ、大体大きな理由だと思います。詰め合わさっておき、こちらの下地はこれを使っていきます。 VT コスメティックのグロリアスグロリアっていうプライマーなんですけど、まあ、パッケージも可愛く紫でいいんですけど、ただこれすごい使っててめちゃくちゃいい下地だと思うんですよ。なんかなかなかない下地、あの結構ラメが入っててすごい珍しくて面白い、このなんていうの、肌にツヤが出る下地で結構お気に入りなんですけど、ただちょっと容器が出しにくいかなっていうのはありましたね。のせていきたいと思います。鼻と、あ、いや、おでこ全体的にのせていきたいと思います。そう、ちょっとね、こう出しにくい、出ないんだよね、こうやってこうやってやってもほらちょっと出ないんですよ。あとその部分では使いにくいかなっていう感じはあります。ただクオリティ的にはいい下地だとは思います。普通は私はね、全体的に使うんじゃなくて、このハイライトエリアの部分とかによく使ってます。で、今日から韓国縛りなので、ちょっと全体的にのせていきます。結構ツヤが出る下地、クッションファンデと、普通のリキッドファンデーションの方をいただいたんですけど、今回は、まあ、なんだろう、クッションファンデもいいんですけど、こっちのファンデーション使っていきたいと思います。このファンデーション私そのディオールほどお気に入りではないんですけど、まあかもなく不可もなく無難なファンデーションかなっていう感じです。3番のカラーを使っていきます。結構やっぱ韓国系のコスメなんで白目に設定されてるかなっていう感じです。鼻の周りと小鼻のところですね、と全体的にのせていきます。基本的におでこ、おでこは私あのファンデーションあんまり塗りたくないので、ちょっとだけでのせていきます。本当はこんな出さなくていいです。ちょっと今出しすぎちゃったんですけど、で、ビューティーブレンダーですね、相変わらずいつも使ったやつです。で、を水に含んだ状態で塗らしていきます。結構ね、白いですね、やっぱこのファンデーション。
カバー力はね高いかな。結構ほんと白いな。で口の部分と白いでしょ。結構ね白目に出来上がると思います。白いな。なんか首の色と違う。白い。使うのはペリペラエアリーインクベルベットっていうカラーの4番です。ちょっとねやっぱ韓国系のカフェでやっぱ腹が白い人向けだよね。なんかこう蛍光色が強い感じのカラーですね。この本当はノーズシャドウをここで入れるんですけど、韓国ちょっと黄みが強いから使っちゃったんですけど、本当はいつもの私が使ってるようなカラーだとまあ浮きません。スーパーテンプティングハイライトパレットっていうやつのでハイライトのしていきます。鼻のところですね。結構ね薄めのハイライトなのでガッツリなんかアメリカのコスメみたいにガッツリっていう感じじゃないですね。本当はブラシでやってもいいんですけど、今回は手でのせていきますと、鼻の上の部分で、このノーズシャドウをブレンディングしていきます。この後濃いのでこういう感じですね。でチークはスリーコンセプトアイズのジンジャーピンクっていうコラボ商品の時のチークですね。これすごいお気に入りなのでこれを使っていきたいと思います。 VT コスメからもらったクッションバンデのチークの方結構ね色が出なかったのでこっちの方を使ってきたと思います。正直に言うけどね。ファンデーション使ってみたものがやっぱこのブランドのやつだとクッションファンデの方がいいかなっていう感じです。ちょっとね粉吹いちゃうかな。一通り、終わったら、こちらの5番、韓国語だから読めないんだけどリップの5番って書いてあるんですけど、すごいゴールドラメしか入ってないリップカラーで上に重ねる感じでのせていくカラーになってます。ですごい綺麗でお気に入りなんですけど、こういう感じでのせていきます。すごいこれはお気に入りです。メイクアップフェイスの、リップボリューマーですねを上からさえのせていきます。グロスです。ちょっとプルッてする感じになるのでディオールのマキシマイザーと同じフェイスフィクサーっていう化粧水ですねをのせて一通りかけたいと思います。こんな感じです。いかがだったでしょうか。いただいただけなので素直にレビューさせていただけたと思います。スポンサーではないので、でもやっぱりちょっといいプロダクトなのに、なんて言うんだろう、そのパッケージで悪かったりとかいろいろあったんですけど、まあ全体的にはすごいおしゃれでいいメイクアップラインだと思います。なので次韓国行った時は、もう一回チェックしてみようかなという感じです。でこれからメイク動画はバレンタインとか、まあ、春のメイクとかちゃんといっぱい撮ろうと思ってるの でもうちょっとクオリティ上げたのをちゃんと撮ろうと思ってるので、ちょっとここもうちょっとなんだろうメイク用にして撮ろうと思ってるので楽しみにしておいてください。それではまた次の動画で会いましょう。